グラマラスは、講段社が発売していた月刊の女性向けファッション雑誌である。ビビの姉妹誌で、発売日は毎月7日であったが、2013年8月号をもって休刊となった。休刊時点での編集長は、藤谷英二。2003年より、ビビのお姉さん版増刊号として発売され、2005年に本刊として月刊化された。 当初は2004年に主婦と生活者より相関されたニキータの対抗誌と位置づけられており、比較されることも多かった。系統は大人ギャル系に属するとされ、辛口クール系のスタイルを主に提案。アイテムやテクニックよりも、スタイルや雰囲気を重視し、モード界、海外芸能人に関する情報も充実していた。読者にふさわしい男性100人を選出するグラオトコ企画を、 毎年実施していた。時期は年により異なっていた。社会貢献にも力を入れ、2008年4月号では乳がん撲滅キャンペーンの一環で、チャリティーで二長は三日撮影による女優やヌードの取り下ろし企画を行った。同年11月号ではエコプロジェクトとしてエミリオプッチと組んでプッチ商品を制作する際に出る余り布で箸袋を作るといった試みをしている。 しかし、前者は一部で論争を巻き起こした。相関の経緯から約半数がビビ専属経験者であった。また、LDH 所属者が多数活躍し、講談社と LDH の共同で専属モデルオーディションを開催。合格者も同事務所に所属することになった。2008年4月号で乳がん撲滅キャンペーン。 がん撲滅チャリティに長尾美香が撮った10人のヌード、10ウィメンを企画した。高岡崎、水木ありさ、平子里沙、梨花、森道よ、秋吉久美子、中島智子、橋本麗香、道端ジェシカ、明美の女性タレント10人のセミヌードを写真集としてまとめて、別冊付録としたほか、東京都と大阪府で写真展も開催した。 この収益の一部が二つの乳がん関連団体に寄付された。しかし、これは一部で論争を巻き起こした。この企画に疑問を感じた乳がん患者が中心となり、グラマラスの乳がん撲滅チャリティヌードに抗議する会を発足、署名活動を実施した。会の名称は同年12月にストライプリボンの会と改められた。批判は主に、 乳がんの手術や治療で女性としての体の変化にショックを受けている患者が多数いる中で乳がん啓発キャンペーンでセミヌードという手法を使うのは無神経であり乳がんという病気や治療の実態に関する理解に欠ける寄付金の扱いが不透明というものであったストライプリボンの会は2008年6月7日から7月末まで署名活動を行い インターネットや区電で,で賛同者を募った結果、1854人分の署名が集まった。同年8月22日、同会は編集部に抗議書を提出。編集部は9月末付で回答書を提出した。同会は回答に対して収支の内訳が明らかにされていないとの見解を示した。ありがとうございます。